どうもこんにちは、有限でございます。今回もよろしくお願いいたします。ということでですね、今回からまたマイクの設定を変えまして、多分ですね、今回今までで最高の音質になってるんじゃないかと思います。これが多分私の地声に一番近い感じなのでね、ちょっといつもと違うと感じてられた方は、まあ、慣れていただければと思います。まあ、いずれにせよね、もうこれ以上周辺機器にお金をかけられませんので、多分この感じが今後の最終形態になっていくかなと思います。さて、前回もですね、コメントご視聴たくさんいただきまして、本当にありがとうございます。特にですね、黄色のコルダーというのは、他のネオロマシリーズと比べても、その初見プレイというのが難しいですからね、たくさんいろいろ教えていただきまして、参考にさせていただいております。本当にね、これからもよろしくお願いします。あとね、特に私なんかは性格上見落としが非常に多いのでね、その辺も教えていただけると幸いです。で、今回もですね、コメントでいただいたその見落としポイントを拾うことからね、始めていきたいと思います。さて、で、前回のコメントのお返しというか、なんというかなんですが、まあ、湯野木先輩との接触が本当に多いですね。今回、決して攻略対象というわけではないんですが、湯野木先輩、ゆげ子に気があるのかなっていう感じですけれども。さて、じゃあ、前回のおさらいというか、やることチェックですね。楽譜なんですが、まだね、2個か。あと2個必要なんですけど、この2個ともね、もう、見落としてることがもう分かりましたので、コメントいただいてね、音楽室とエントランスにそれぞれ1個ずつあるということなので、まずはね、今回は、この楽譜を全部集めてから、この夢の後に、の楽譜練習をしつつ、解釈を集めて、で、あとは、まあ、夢の後にの、演奏に必要な修行レベルを上げていこうと思います。で、修行レベルかなり低いので、多分、まだまだ夢の後に自体を弾けるようになる解釈練習するまでに、相当時間がかかると思いますので、ちょっとね、まあ、確かに後半に行動難しいと言われましたが、今回は夢の後にを弾くためにの準備で結構な時間を取られるんじゃないかなと思います。まあ、それに並行して、金沢先生ともね、できるだけお会いして、イベント見られたらいいなという感じでやっていきたいと思います。さあ、というわけで、改めてやっていきましょう。よろしくお願いします。じゃあ寝るんだね。はい。おや？先輩は、どうしてバイオリンを始められたんですか？始めたの最近なんですか？先輩ってすごい。なんかそういうこと言うとかえって冬美さんショックに受けちゃいそうでね、言いにくいよね。ついこの間始めたばっかなのとか言ったらさ。お、事実上のアリア解釈へ。ほう、あ、なんか印象的なイベントがあると夢を見るみたいですね。さて、翌朝でございます。あまり朝晩のイベントはあるか。あった。月森くん、おはよう。方のヘナさん、急ぐ必要はないが、ゆっくり歩いていると遅れるぞ。その通りだ。徒歩何分圏内なんだろうね。お、ん？なあなあ、神様、仏様、カタルヘナ様、ちょっと俺に手を貸さないか。カタルヘナって書くと確かに神様っぽいよね。相当古い神様っぽいよね、日本語的にも。なんだよ、ちょっとぐらい話聞いてくれよ。かわいそうなんだからさ。どうしたどうした先生。ん？実はさ、コンクールの参加者にレポート書かさなきゃならなかったんだよ。ほう。コンクールの記録を参加者の視点で残しておくのが伝統になってるんだ。ああ、なるほどね。確かにそういうの大事。けど、うっかり忘れててさ、もう始まって結構になるじゃないか。確かに。このままじゃやっぱちょっとまずいよな。わかるだろ？それでだ。お前さん、ちょっくら参加者全員に日記つけてくれないか。え、あ、日記つけてくれないか聞いてきてくれるか。日記つけてるやつなら遡ってレポート書いてくれそうだろ。あー、興味しっかりと日記をつける人っていますかね。私もたまにね、思い立ってつける
ってた時期とかあるんですけど続かなかったな。あ、でも高校時代の日記は結構残ってるな。もう見返したくないから封印、もうしっかり紐で結んで封印してるから見られませんけど、私の高校時代の日記ありますよ。うまく生贄探してくれたらオンに切るからさ。おう、お前さんはコンクールでいっぱいだろうから調べてくれたらレポート免除だ。おう、そっちの方が大変な気がするけどね。日記集めの方がありがたい。教師の優しさを忘れるなよ。頼んだぜカタルヘナ。おちょっと Windows 8の最初のフォンみたいな音だった。お、予霊か。そんじゃな。ミッションですかねこれ。先生がどこにいるかは不明。多分森にいるんだろうな。森の情報ポイントが低いから、森の情報は出てこないんでしょう。はい、エントランスに楽譜、はい、森の広場に解釈。あれ解釈ってどうやったら取れるんだっけ。楽譜練習しなくても解釈ってもう取れるようになるんだっけ。ちょっと忘れちゃいましたが、優しい歌、はい、さあ、じゃあ早速楽譜取るよ。ねえ、前回見逃しちゃったところ行こう。まずエントランス、はい。この辺だよね。右って言ってたよね。右。この辺だよね。確かにここ見てなかった。こっちもこれもう言い訳ですけどね。なかなかね。あ、アイテムどうしようかな。すごい言い訳になって申し訳ないんですけどね。まだ動画慣れしてないのかな。あ、いたいたいた。はい。はーい。これで、OK だね。なかなかね、動画撮りながら集中するって難しいんですよ。次は音楽室の左、今度は。ね、チラッと、私も動画確認しましたけど、チラッと見えましたね、これ。よいしょ。わー、上達度1足りない。1足りないのやだな。アイテム買おうかな。でもアイテム買って1。アイテム買おう。あと、そうそう。ついでにね、玉ねぎ買いに行こう、玉ねぎ。修行レベルをね、上げる玉ねぎがあるといいよっていう話だったのでね。あれ ?BP ポイントあったっけ ?BP ポイント?BP あったっけ。お俺たちの仲間がいっぱい見つけてくれてありがとうな。魔法の時計もらった。何これ持ってるだけで。おお、あ、よかった。立ち寄ってよかったですね。持ってるだけで練習にかかる時間が短くなります。これからもたくさんのパートを見つけてくれよ。よし、任せて。先払いとかできないのかな。絶対見つけるから先に渡してください。玉ねぎあった。ん?服がある。もう、最下。あ、これですね。うん。これは必要だね、今。うん、で、上達度がこれだね。楽譜練習で。あ、違う、これがね、これがちょっとややこしいんだ。間違いやすい。まず 1.5 倍が欲しいから、1.5 倍というか、もう1上げればいいから、ラジオで何だっけ?わお!すげえ!デジタルメトロノームすげえ。楽譜練習で技術、あ、これも欲しいね。技術も足りないもんね。あ、でもなんか値上げしてる。値上げしないでよ。まずは上達度は、これを買って、無駄なく。で、楽譜練習で上達度が2倍、これも必要でしょ ?320 か。とりあえず楽譜優先か?あ、でもな、BP 節約したいって言ってる場合じゃないよね。言ってる場合じゃないよね。あ、でも、とりあえず一刻も早く楽譜の上達度を、行きたいから、BP2 倍で 0.5 か、上達度の差が。だったらこれ2個買ってもいいねっていう話もあるね。じゃあとりあえずミラコースコープを買って、でこれ1個買って、あ、待って、これ2個、いや性格出るね、性格出るね。私は1個買って予想見よう。ち
ちょっとね、当面 BP が稼げない感じなので、よし、でこの辺にいるんだね、動画でもちらっと見えましたけど、これでこれマジカルルーペ、ちょっともったいない気もするけどね。はい、あ、本当はちょっと割引されてる。でもこのね、1分2分の差が大きいんですよね。何回1分に泣かされたことか、今まで。もね、ほい、お、なんかな、取得した、いた、はいはい、発見、よし、これでこれ全員ですね、全員というか全部の額を集めましたね。さあ、あとは夢の後にの学練習をしながら、修了レベルを上げていくという、そういうあれだね。というかさ、本当に、あれ解釈ってどうやったら集まるんだっけまあ、とりあえず、まあ、とにかく学練習をしないことにはしょうがないですよね。うん、それで、これを、うん、これで一気に上げていくと。で、技術レベルも実はどんどん上げていきたいんですよね。ちょっと技術レベルを上げるアイテムを探しに行くか、ついでに。技術レベルの、まあ、BP 少なくて済みそうなお店はここ。はい、特になかったですね、技術レベル上げるのは。じゃあ、しょうがない。学風練習をどんどんしていこう。夢の後にのね。とりあえずこれを100にすることが目標。これね、ミラクルスコープ。お、あ、これか、あ、そういうことか。そうか、そうか、そうか。わかりました。学風の経験値だった。上達度ごとにだった。まあ、時間いっぱい引くか、とりあえずもうとにかく夢の後にを100にすること最優先中の最優先で。あ、でもブラボーポイントもうないから、あ、ここバランスよく解釈練習しながら、あ、ブラボーポイント稼いで夢の後に、まだどうせ引けないから、そうやって稼いでいくっていうのもあるな。よし、じゃあうろうろしよう。情報ポイントもね、適宜稼いでいきたいので、こう話しかけながらね。あと、あ、月森くん、こんにちは。ちょっとね、あ、どこだ、いた、やったー。早速夢の後にがこれで演奏できるようになる。あ、大崎先輩、こんにちは。すいません、ちょっとイベント見たいっちゃ見たいんですけどね。まあ、今はちょっと時間取られるとあれなので、あの、セルフね、セルフイベントという意味での、その、毎言葉で挨拶するということで勘弁していただきたい、みんなには。すまんね、月森くんも、先輩も。じゃあ、解釈練習をしながら、BP 稼いで、で、効率よくね、アイテムをゲットしていくっていう。よしよし。で、先生この辺にいるでしょ。ん？お、座ってる。彼は、ピアノだから、土浦くんかな。先生は、まだね、先生というか、メインキャラかどうかを一発で当てる、レーダーがあればいいんですけどね。いないな。ここほんと広いな。あ、ダメだ。道迷った。何押してるぞ、怖い先生、あれ、先生いないね。あ、ひょっとしていない、いないか。あ、でもここ解釈練習したらいっぱい BP 稼げそうな感じですね。じゃあ屋上かな。屋上いなかったよね。あ、清水くん、こんにちは。あ、いっぱいいる。猪木先輩、こんにちは。冬美さん、こんにちは。あ、ふみさん一人でやってる。あれ、先生どこだ？あ、実はまた、やっちゃったかな？
またいたけど、いたけど見逃したってやつかな。音楽室。先生いないね。そう、この攻略対象以外のキャラクターとのね、話しかけるバランスっていうのがまだもう一つ分かんないですからね。あれ、森の広場に、あれ、まあいいや、とにかく情報ポイントも稼ぎたいので、いろいろ回ってみよう。情報の人は先生いないね、本当に。ん？やった！先生。あ、情報ポイント。あ、2回あんだ。上か？いた！おー、いいですね。よかったよかった。無駄じゃなかったね、このうろうろ。え？あと、え、森の広場にいないの？エントランス火星も、エントランスに先生いたっけ？お、ヒカラくん。あ、先生いた。あ、カナヤン。カナヤン、購買で買い物？俺におごってくれるの？なんで俺がお前さんにおごらなきゃならないんだ。いいじゃん、可愛い生徒におごるのもたまには腹減っちゃって。やだよ、一人におごったら全員高いに来るだろ。そういうパターンだよね。みんなには秘密にするからさ。お、榎木先輩。いや、日原、どうしたの。金沢先生をこのまま困らせてはいけないよ。そんなことしてないって、ちょっとおごってって言っただけ。それを困らせているというんじゃないかな。うん、ん？あの、金沢先生？何か？いや、お前さん、教師にとって本当にいい生徒だなと思ってさ。どういう意味でしょ？金やん、俺は俺は？かわいい。お前さんはいいやつ。やりなんだこれ。扱いが違うんですね。なんで？同じだろ？そうかな？なんだか金沢先生に含みがあるように感じたから。カナヤンがそんな難しいことするわけないじゃん。ひどいよね、ひどい言われよな。まあ仲良くなれよ。うん、仲良くやれよ。本音を言い合える友人ってのは一生もんだぞ。おっしゃる通り、そんな友人が欲しかった。俺はいつも本音だぜ。隠すことなんて一つもないもんな。うん、それが良い時もあり、そうでない時もある。そいじゃな。そいじゃな。変なのなあ、ヨロキ。確かにちょっと今、自分の、ね、先生、自分自身のことをちょっと振り返りながら発言していた感じだったね。ああ、そうだね。本当に君には負けるよ。え、なんで？いや、こちらの話。君はこれから練習？僕もどこかで少し練習しようかな。おお、イベントでしたね。で、先生は？お、先生、いた！はい、こんにちは。もうだいぶ慣れたろ？じゃあ、お前さんも他のやつと同じようにやってみるか？お、編曲だよ。あ、これもコメントいただきましたね。ゆげ子は今、編曲は、ね、リリというか、リリたちかな？にやってもらってんだよね。曲を短くぶった切る、あれ。お前さんだけやってないだろ？パートの練習がくれる楽譜はもう短くなってるからさ。あは、冗談冗談。今からじゃちょっときついよな。全然きつすぎ。次があるなら自分でやってみるなら。うん。ああ、その前にもっと大切なことがあったか。何？今すぐじゃなくていいんだ。あ、コンクール終わった後とかさ、落ち着いたらでいいから。うん、楽曲をちゃんと通して弾いてみたらどうだ？短いアレンジじゃない原曲だぜ。うん。やってみると楽しいかもしれないぜ。なるほどね。さて、先生の周りにこういう時に限っていないんだよな、誰も。また入り直すか。あと多分ね、他のキャラクターに声をかけたら、あの、例の日記の話とかするんだろうな。はい。あ、ちょうどいいじゃないですか。ちょうどいいじゃないですか。
合奏よりも解釈練習でなんですが、今弾けるのどれだ。感傷的なワルツって弾ける。あ、無理だよね。表現レベルが足りない。あ、修行レベルが全然足りてないね。1足りない。じゃあメロディーを弾くことにすればいいのかな。どっちだ。どっちでもいいか。経験値の上がりぐらい具合は一緒。で、こうして。解釈練習、上達度がいって。上達度はいいね。ネギ玉。ちょっともったいないかもしれないですけど、もうどんどん急ごう。こういうの使っていこう。すいません。すいませんってやつだ。まあそれなりに戦い。お、コツコツ練習してるなんて偉いな、尊敬しちゃうよと。ありがとう。ね、今度俺と一緒に何か一曲派手にやらない。派手にか。あ、これで日原くんともね、合奏がようやくできるようになるのか。一緒なら楽しくできるよ。俺そう思ったんだ。君に曲選び任せるからね。ということはリリに任せろってことね。はい、先生近くに。まあでもそんな、どうせね、 BP も上がんないから。まあまあ、でも少しでも他のね、モブの人たちとも仲良くなるの大事ですからね。少しでも巻き込んで聞かせていきたいところですが、先生こんにちは。あれ、大崎先輩か。違うな、違う人だった。はい、 D メロ。あ、違う違う違う、これでいいんですよね。あの、修行レベルを上げるにはこれやるしかないんですよね。はい。使わずに。ちょっともらいました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます、皆さん。あと10分。あと10分。よし。じゃあ、ベル鳴らしますかね。ベルを。2回。じゃあ、先にもう、夢の後にのベル鳴らしていこうか。感傷的なワルツの解釈 A はもう持ってるので、まあ、とりあえず、感傷的なワルツはいいでしょう。とりあえず、夢の後にこの3連チャン行ってみよう。のうちの2個ね。はい。久々ですね、割と。お、先生、苦悩の夢の後にフォーレ作曲。うん、その時フォーレは婚約者から婚約破棄を言われ、失意の中にいた。うん、俺の思いは叶わぬ恋だったのか、こんなことで芸術の道をこれから歩いて生きるのか。うん、友はこの経験を糧にしろと言った。確かに感傷の中には未来はない。あ、もうキーワードゲット成功しましたね。天使が見てる。天使。友情出演。天使？天使か。教えてくれ。俺はどうすればいいんだ。叶わぬ恋ね。辛いよね。決意を楽譜にする。創作を続ける。音楽で消化する。発散だよね。大事なのは。音楽で気持ちよくなろう。パッとね。音楽で消化する？この思いを音楽で？そう。で、きっとね、共感してくれる人もいるよ。それをね、作品で伝えていくんだ。フォーレさん。そうすれば、終わってしまった恋も永遠に心の奥で彩られるだろう。それが最も美しい終わり方かもしれないな。かもよ。俺はどうかしてるな。天使なんているわけないじゃないか。あらら、やれやれ。はい、これが解釈A でした。さあ、じゃあラストに解釈 B を鳴らして終わりましょう。はい、追走の夢の後にフォーレ作曲。ねえ、フォーレが彼女と別れたって本当噂になってる。ああ、本当だよ。なぜ？彼女はフォーレの愛しい人だったんでしょ？最愛の女神なんて呼んで大切にしてたじゃない。そういうことあんま人に言わない方がいいよ。恥ずかしいから。
のろけ話になっちゃうから。いろいろあったんだろう。きっと彼女の方が心変わりしたのさ。辛いね。フォーレ、今の話聞こえてたよ。あのさ、いくら友人でも許せることと許せないことがあるって分かってるのかね。俺のことは何と言ってくれてもいいよ。いや、でもな、彼女の名誉が傷つけられるのは耐えられない。なぜならこう思ってるからだ。ああ、いい男だね。彼女は悪くない。恋はいつか終わるもの。運命かな、これも運命かな、違うんじゃないかな、違うんじゃないかな。運命で片付けるのは楽かもしれないけど、恋はいつか終わるもの。いや、終わってほしくない恋もあるよ。ということで、そう、彼女は悪くない。自分がね、彼女にふさわしい人間になれなかったんだって、男になれなかったんだ、だから彼女は悪くないんだっていう感じでいきましょう。彼女は悪くない。お、俺が彼女の信頼を得られなかっただけだ。同じこと言ってる。それなのに彼女は笑顔という思い出をくれたんだ。フォーレ、分かってよ。フォーレ、俺たちが悪かった。興味本位で話題にしたりして本当にごめんなさい。まあいいよ、そっちこそごめん。こっちこそごめん。俺を心配するなんて、お前たちいいやつだな。噂話だったけどね、最初ゴシップの類だったけど。よし、時間ちょうどに終わりましたね。お、ゆのきさん、誘っとこう。車乗せてください。あー、ダメか。でも僕は車だから、そのうちにね。じゃあまた乗せてくれよ。さて、到着しました。さあ、じゃあ今日は時間もちょうどいいのでね、この辺にしましょう。最後に確認して、終了レベルが7になったので、夢の後の前段階のね、どれだっけ、次回は要するにこの感傷的なワルツの A を練習して、少しでも終了レベルを上げていけばいいのだと思います。わー、レベル高いな。でしかも出たし、スキルが必要。あ、でもスキルもあんのかな、これ。あとは、最後に親密とチェックもして、まあ、そんなに上がんない。一応イベントは出ましたからね。はい、はい、はい、はい。はい、猪木先輩。489。まあ、ちょっとずつ上がってますね。まあ、どんどん先生には会食練習、これからもね、上げてやっていこう。はい、はい、はい。わかりました。ちょっと女の子組、あ、でも冬美さん随分親密度上がってますね。いっても。さあ、じゃあこの辺で今回は終わりにしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。またね、いろいろアドバイスいただくと嬉しいです。なんか見落としもあるかもしれないし。ということで今回はこれで失礼いたします。